こんにちは、ウォッチ情熱応援団田口です。さあ今日なんですけども、こちらスウォッチの開封動画お届けしていきたいと思います。はい、ということで今回スウォッチなんですけども、もうちらっとネタバレします。これでもう分かりましたねムーンスウォッチの箱がもう見えてしまっています。で、今回購入したのは我々メンバーではないんですけども、共通の友人の方がいらっしゃいまして、その方が購入したものを今回お借りしてきております。じゃあ早速袋から出していきたいと思います。はい、もうムーンスウォッチですね。で、もう色が書いてあります。ミッショントゥジュピターということで、木製のモデルですね。ちょっとその箱さらっと見ていきましょうか。なんか英語でこれ書いてあるんですけど、多分直訳で木星にある赤い斑点は地球より大きいですよっていうことが英語で書かれてます。なんか画像を調べてみたんですけど、こんな感じですね。この木星にある斑点が地球より大きいんだぜっていう、地球このぐらいの大きさで木星これだけ大きいんだっていうことを英語で書かれてるんだと思います。はい、あとはこのロゴがあって、これはテンプレーチャー、これ温度か。多分これも木星の特性なんじゃないですか。温度が-108°C で、ネイキッドアイで、なんだこれ、肉眼で見えるかどうかみたいな、そういう話が書いてあるんだと思います。ということで、じゃあこれ開けていきたいと思います。はい。こういったスライド式ですね。あ、ここにちらっともう見えてますね。ちらっと見えてますね。ということで、最後の箱が出てきました。これはもうこういう観音開きみたいな感じで、こうパカッと開くような形になってます。じゃあ、開けていきます。いざ。オープン。おー、逆おー。はい、来た。ジュピターですね。木製モデル。あ、この箱通りの配色になってるんですね。こう、ベースがこのナチュラルベージュみたいな色がケースになっていて、で、オレンジ割と黒いインデックスっていう感じの色に箱もなってるのかなと思います。いいですね。オレンジ針がすごくいい。あと、このタキメーターっていうところの文字もオレンジ色になってるのも素敵だと思います。ちょっとさらっと付属品を見ていきましょうか。こちらは、まあ、例のごとく多言語で書かれた取扱説明書ですね。はい。それと、この左側にあるのが、何でしょうね。その他の11種類も含めた、こう、なんて言うんでしょう。特徴というか、解説が少し書かれてるような図鑑みたいな感じですね。っていうのが、これ英語で全て記載してあります。面白いですね。これやっぱりコレクション要素すごく高いですよね。こんなの用意されたら全部集めたくなっちゃう感じもありますよね。価格帯的にも集められるモデルではありますし、面白いと思います。じゃあ本体の方を取り出していきたいと思います。ケースごとこう取れるような感じですね。これ巻きついて止まってるような感じですかね。はい、出てきました。こちらがムーンスウォッチのジュピターですね。オレンジが特徴的ですね。いいですね。やっぱオレンジ針すごく目立ちますよね。あとこのやっぱり今初めて実機触ったのは私初めてなんですけど、このバイオセラミックの質感がすごい面白い。なんかこうちょっとしっとりしてる感じがあるんですよね。そしてこれ裏蓋ですね。エングレービングっていうんですかね。こうなんか埋め込まれてるような感じになってます。面白い。で、今回ご購入いただいたご本人から、まあどういった理由で購入されたのか、気に入っているポイントなど少し伺っているのでご紹介します。発売当初何回かチャレンジしたがずっと売り切れで諦めていたと。で、昨日っていうのは、まあ今度撮影している1週間くらい前だと思いますけども、たまたま店の近くを歩いていたので、ふらっと寄ってみたら在庫があったと。で、いくつか実機を比べて以下の理由で購入しました。1つ目の理由がバイオセラミックの質感が一番良かったと。なるほど。なんかこう さっきもちょっとお伝えしたんですけど、結構なんかしっとり感があるような
感じなんですよね。初めて私もこのバイオセラミック触ってるんですけど、普通のセラミックよりも、なんて言うんでしょう、こうちょっと粘土質があるというか、ちょっとしっとりするような感覚がありますね。そこの高級感っていうところと、あとはどんな服装にも合わせやすい、それとオリジナルムーンウォッチや他の機械式時計ではないカラーリング、確かにこの色はあんまり見たことないですね。そして3番目、ウルトラマンモデル譲りのオレンジバイ。はい、でウルトラマンモデルっていうのがどうやらこれのことを言うらしくてですね、このオレンジバリがすごく魅力的だったということをおっしゃっています。そして4つ目の理由が、このご購入されたご本人なんですけども、あの昔からすごいスピードマスターが好きな方 で機械式の今のムーンウォッチはオリジナルの方で手に入れたいっていうことなので、それ以外のところでこれをチョイスしたということを伺ってます。いいですね。これ確かにナチュラルベージュみたいな色なので、多分肌なじみも良くて、オレンジっていう色も肌色と合わせた時に違和感がなく合わせられる色なので、すごい使いやすいモデルなんだろうなっていうふうに思います。ちょっとじゃあマクロレンズに変えて細かいところを見ていきたいと思います。はい、ということでマクロレンズに変えてみました。どうでしょう、やっぱいい色ですね。このオレンジとベージュの組み合わせってすごくナチュラルで素敵ですね。じゃあクロノグラフ動かしていきます。はい、なんか機械式にはないこの一周回ってちょっとアナログな感じを感じますね。このチクタクチクタククロノグラフが動いていくの、これもこれもでいいですね。かわいい、なんか、はい、でこれ機械式の場合、おなんか今ここの鉄三角動きましたね。戻すとき普通にこうピョって戻ると思うんですけど、こう戻るんですよね。面白い、これクロノグラフのクォーツのムーブメント初めて動かしてみたんですけど、面白いですね。これもう一回やってみます。はい、ストップを押して戻すと、ここの動きはなんか機械式っぽいですね。面白い。で簡単にスペックの方をご紹介しますけども、素材はバイオセラミックの素材ですね。でケース径が 42mm で、ケース圧が 13.25mm で、ラグを含めた縦方向の長さ、ラグトゥラグですね、が 47.3mm、 そしてムーブメントがクォーツで、防水性能が3気圧というふうになっています。で多分サイズ的にはオリジナルのスピードマスターがケース圧が 13.2mm なので 0.05mm こっちの方が厚い、まあ、ほとんど一緒ですね。あとラグトゥラグも 0.2mm ぐらいしか変わらないです。なのでサイズ感的にはもう本当にオリジナルのムーンウォッチをバイオセラミックという素材で作ったっていうものになると思います。でスペックだったりそのサイズ感もそうなんですけど、このドーム型の風防ですよね。これがやっぱり昔のスピードマスターとかが好きな方はここが結構たまらないポイントなのかなと思います。プラスチックのドーム型の風防になってますね。あとは同じようにこのラグの角度なんですけど、これ本当にあの現行のオリジナルのスピードマスターとすごく似てるというかほぼ一緒なんじゃないですかね。先に行くにかけて少し太くなってカーブしてる感じとかもオリジナルとすごく似てる仕様になってますね。あとせっかくなので裏蓋もちょっと見てみましょうか。こんな感じで木製が埋め込まれてるような、こうちょっとボコッとはしてないですけど、ここに埋めたんだなっていう感じが触っててちょっと楽しいですね。あとこれがやっぱり11種類あるってなると、それぞれこの裏蓋もちょっと見てみたいなっていう気持ちにもなると思います。はい、ということで細かいとこ見てきましたけども、着用許可今回いただいてますのでつけてみたいと思います。多分ちょっと通してから腕にはめての方がいいと思います。はい、こんな感じでつけてみました。思った通りめちゃくちゃ肌なじみいいですね。サイズ感的には先ほどお伝えした通り、スピードマスター、オリジナルのスピードマスターとほとんど大きさは一緒なので、本当になんかスピードマスターを腕に乗せているような、そして軽いです。やっぱりセラミックとクォーツ式ムーブメントなので、すごくさらっとつけられるモデルかなと思います。厚みはだいたいこんな感じ。はい、そしてこんな感じで今日緑のスウェットを着てるんですけど、このベルトをちょっと見た時からこういったスウェットの上とか袖口からつけるのもいいななんて思ってたので、ちょっと今回やってみてます。色のこれ組み合わせもいいですよね。緑なんですけど、緑とベージュすごく相性がいい感じだと思います。
すごく軽いので、こういった感じでアクセサリー感覚でつけてみるっていうのもありだと思いますね。でジャケットも羽織ってみました。いいですね。これからの時期こんな感じで使えたらすごく素敵だと思います。はい、袖口から見えるのはこんな感じ。はい、ということで今回はムーンスウォッチのジュピターですね、開封動画お届けしてきましたけども、改めてご購入おめでとうございます。で今回私実機を初めて触ってみたんですけども、これ本当にコレクション要素がたくさんありますよね。全部集めたくなるっていうのは本当に、こういったカタログもそうですけど、全部買って並べて見てみたいっていう気持ちになったりもすると思います。カラーリング的にもこれからの時期かなり使いやすいモデルになると思うので、服装との合わせも楽しみながらぜひ使い込んでいただければいいかなと思います。以上、本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。